渋沢敬造前提のトーテムポール国立民族学博物館は人間文化研究機構を構成する大学共同利用機関である。民族学、文化人類学を中心とした研究、展示を行っている博物館を持った研究所である。略称は民博。大阪府水田市の万博記念公園にある。現在、 総合研究大学院大学の文化科学研究科も設置されている。根拠法は国立大学法人法第2条の3項4項。機構長は日向は南。館長は吉田健治。東京帝国大学の学生だった渋沢慶三が1921年に東京。 三田にある自邸の社庫の屋根裏部屋を利用して、アチックミュージアムを作り、二高時代の同級生らと共に、動植物の標本や民具などの収集を始めた。1935年には、渋沢と白鳥倉吉らを中心に、日本民族学会が設立され、国立民族学博物館設立を構想し、政府に陳情したが、選挙区の悪化から取り上げられなかった。 そこで、渋沢は1937年に、自らの手で、東京、法屋に、博物館を建設し、アチックミュージアムに収蔵されていた2万点に及ぶ、民具標本を移転させ、建物と資料を、日本民族学会に寄贈し、日本民族学会附属研究所と、附属民族学博物館となった。しかし、一学会だけで運営、維持することは難しく、また、 自らの指揮を悟った渋沢は1962年に民族学博物館所蔵の資料を文部省資料館に寄贈し将来に国立民族学博物館が設立された時にはこれらの資料を遺憾する旨の約束を政府との間で交わした渋沢の死後1964年に日本民族学会などは国立民族研究博物館の設置を政府に 要望し、1965年には日本学術会議が総理大臣に国立民族学研究博物館の設置を勧告した。一方で、1970年に開催された日本万国博覧会では、岡本太郎がチーフプロデューサー、小松作京がサブプロデューサーを務めるテーマ館に世界中の心臓や仮面、生活用品などを陳列するため、 東京大学教授の泉聖一と京都大学教授の梅沢忠浦が中心となって世界中から資料を収集していた。万博終了後に政府は会場の跡地利用について文化公園とする基本方針を打ち出しその中心施設として従来から要望が高かった国立民族学博物館の設置が決定された。 1973年に文部省内に創設準備室が設置され、梅沢が準備室長に就任。1974年に改正国立学校法施行により、大学共同利用機関として創設され、梅沢が初代館長に就任した。博物館の工事は1977年に竣工し、開館式典を挙行。 万博のテーマ館に出展するために収集されていた資料ともに文部省資料館に寄贈されていた資料が渋沢との約束通り引き継がれ11月17日から展示の一般公開が始まった1989年4月に総合研究大学院大学の地域文化学専攻、比較文化学専攻の2専攻が設置され大学院教育を開始 6月には特別展示館が竣工2004年4月に国立大学法人法施行に伴い発足した大学共同利用機関法人人間文化研究機構の所管となる。2011年10月にサンクトペテルブルクにあるロシア科学アカデミーピョートル大帝記念人類学民族学博物館と学術協力協定を締結した。 2018年6月18日に発生した大阪府北部地震の影響により臨時休館。同年8月23日より一部の展示場から再開、9月13日より全面再開。エントランスホール中庭本館の展示は地域展示と通文化展示に大きく分かれている。地域展示ではオセアニア、アメリカ、ヨーロッパ、アフリカ、 日本を含むアジア各地域に分かれ、オセアニアから東周りに世界を一周するようになっている。通文化展示は、地域、民族ごとに分けての展示ではなく、音楽と言語など、世界の民族文化を通じて外観する展示がある。開館当初から、ビデオテークが設置され、世界中の生活や文化を紹介する映像を、利用者が選択し、視聴することができる。 また、1999年には映像と音声による展示解説を行う携帯型の民泊電子ガイドが登場した。本館の東南には4階建ての特別展示館が隣接し、所属している研究者が特定のテーマで研究した成果を紹介する展示が行われている。 梅沢忠夫佐々木孔明石毛直道松園、牧雄須藤健一吉田健二や犬の知世、内部女性用コルセットデク、ガラスイコン、K のイエス教会行列人形。ありがとうございます。